はい、どうも、アトリエ半蔵です。こんにちは。寒い。そう、そんなアトリエ半蔵さんは寒くてもバイクに乗りたい。バイクに乗りたいけど寒い。まあ、だからね、もう今日はちょっとカメラの充電し忘れてて、こう充電してる間にね、もう服着ちゃえ、つって、もう中にヒートテックは着るわ、つなぎは着るわ、ヨガ着て、ジャケット着て、ズボンなんてもうこれあれですからね。ユニクロが昔出してたの暴風ジーンズってやつ、風を避けるやつ、まあ下も中にねちょっと分厚めの靴下だったりとかヒートテックだったりとか、まあつなぎだからズボンもあってですね、これだけ厚着してバイクに乗っててもね、夜は寒い。あ、もう寝てたら俺早く帰りたい天気がいいから電波が早めた、まあ、なるわけですよ。で、まあなんとかこの寒さを和らげるためにもウェアを買おう、バイク屋に行ってきました。高えのな、高えいかがなものなのかと、夜冬にバイク乗るためだけにそんなウェアに何に高い金払っていいのかと、あ、思いましてですね、私アトリエ半蔵さん、まあ、ずっとインターネットバーってウェアとかバイク格安ウェアって検索してたんですけどな、まあね、格安でやっぱりバイクウェア探すと高いっていうので、またたどり着いたのがね、ワークマンさんイージスウェアがいいぞみたいな、そんな記事を見つけました。しかもなんか1万円でお世話が来るらしい、いいんじゃねって思って、ね、今日はこれから買いに行きたいと思いますというわけでね、飛行機が飛んでるんで、まあうるさいですけど知ったことないんでイージス買ってきました。大きい袋がないからちっちゃい袋が2つに入っておりますまあなんで2つに袋が分かれたかと言いますと、こちらイージス上下セットなんですよね。こっち上、こっち下でもってお値段がね、また安いんですわ。上下セットで6,800円、税別、いや税込みで、本体価格6,297円、税込みで6,800円、安いんじゃないですか。アトリエ半蔵さんね、手ぶらできちゃったんで、もう早速着ていきたいと思います。全然着れるんですわ。私が好きな赤色でございます。蛍光グリーンの方が目立つんですけども、私は赤が好きなんでね、首元まで上がるんですわ。これ多分まあちょっとヘルメット被るから下げなきゃいけないんだろうけど、これプライベートで来ても絶対あったかい、やばい、イージスかっこいいよ、嬉しいよ。これね、邪魔くさいんで外しちゃいますわ。こんな時のアトリエ半蔵先生のライフハック講座、パチ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 、10円玉2枚あれば。ここでね、こうやってこうやってピッてやれば、はい、外れるんですわいや、よかったらお試しあれと。はい、まあこうやって雑談を挟みながらも、はい、あ、でこのね、紙の裏にいろいろ書いてあるんですよ。防水、もうカッパいらないですね。撥水、あ、もう水も弾くし防水だし、すごいね。シームシーリング加工、縫い目を裏側テープで貼り水の侵入を塞いで、もうすごいね、もうカッパいらないね。インラインチューブコード、おー、このコート着て、コートにフードかぶって、ここに紐があるからベッてやればフィットするよと。これツボもちょっと入ってんじゃん、すげえ。コードフードコードストッパー、あ、それを止めとけるよと。フード襟の一体化、あー、襟とここがいい感じに一体化してるよと。チンガードビリビリなってるんで、ね、ああ
私みたいにこうちょっと痩せ気味の方でも L サイズ買っといて、まあいっぱい中に着込む体でね、 L サイズ買っといて、まあズボンブカブカだな、困ったなってなったら、よし、入浴を止める。伸縮性もね、もう積んでんだよな、それでカメラやってると。まあいいや、はい、全然ね、まあ、今中にいっぱい来て、その何度も言うけどゴワゴワなんですけど、ポケットもあるね、ちゃんと。このポケットの作り方も、まあ、なんか、あ、チャックもあるからね、あ、多分こうやったら、まあ、雨入ってこないんでしょう。まあ一回だからこのままどっかにね、この寒さがどうだみたいなのを実証したくて、そのまま遊びに行こうと思ったんですけど、えらい暑いんでね、一回家に帰って着替え直します。なんで夜になって寒くなってきましたねみたいな時にどうなんでしょうっていうのを体験したい。俺はするよ、体験。夜になってこう寒くなってから実際どうなのかなっていうのをするつもりだったんですけども、いや、夜まで待てね、早くバイクに昼間から乗ってどっか行きて、いやでもどうしたったらその間にね、実際どんなもんなのか、こいつの性能はとやってみたいと思ってしまい、アトリア半蔵さん中、ただいま、ヒートテック上下、その上につなぎを羽織っているだけ。なんでね、赤色でつなぎかっていうと、赤色が好きで、まあ、つなぎも好きだから赤色のつなぎってだけなんですけども今日の天気は快晴、本当に雲一つないね。の時刻が3時15分前だから2時40分45分48分ですね、うん、で本日の気温はとか言いたいんだけども、そんなもん調べてないし、風がこう吹くとちょっとこの辺がすっごい寒いみたいな、そういう感じ大体わかるでしょみんなも、っていう。これにね、さっき買ったイージスを着ます。さっき気づかなかったんだけど、今気づいたのがね、風入ってこねえじゃん、じゃん。薄着でね着るとやっぱり動きやすいね。どや、それにしとけば足元から風が入ってくることも防げるっていうか、もうあったかい幸せじゃんね。さっき中にパーカー着てたからここが上げづらかったんですけど、逆にねパーカー脱ぐことで首元くっそ楽、ゆったりしてる。もうだいぶ温まってきました体が。すごい抜きたいです。なんでこの状態でまあちょっとどっかバイク乗ってフラーっとして適当にまたいいねって言うのか、いや、やっぱ つなぎだけど寒いってなるのか、お楽しみに。夕方ですね、アトリエ半蔵ですこのウェアいいんですよ、全然寒くない、びっくりした。つなぎ1枚でね、だって絶対寒いだろ風がなと思ったけど、風感じないのね。いや、いいよ、もう夕方だけど全然ね。どう、普段だったら寒いね、もう絶対寒い、全然寒くないね。イージス、イージス、え、イージス、いいですただいま埼玉県は新座市の方におります。走馬灯ツアーをしております。幼稚園だからね、この辺に住んだんだよな。幼稚園を検索したら、あ、出る、まだあるんだ、行ってみよう。ただ昔住んでたアパートは出なかった。アトリエ半蔵さん5歳か6歳の時までねこっちに住んだんで、その時の記憶を頼りにここを使ってバスは行ってた気がする。自転車で行く時はここを通ってた気がする。なんかここを左折したら肉屋さんがあってそこをみたいなね。そんな感じで今日1日3時から今が何時だ、そうそう、それをこのウェアなんて何時だがね、このこれしてると見えない。もう5時になる、4時50分でございます。4時50分、もうちょっと暗くなってくるよね。もう目で皆さんわかるでしょ、冬の夜は寒い。その寒さにアトリエ半蔵さん耐えれるのかどうか、イージスと共にどうなのか。まあまあまあ、こっから帰ってったらね、また1時間ぐらいかかるんで、そんな感じで1時間かけてのんびり帰って、暗くなった時にで家に帰ってうーんっていうのか、やべえよっていうのか、どっ
ちもね伝わないと思うけどもまあ多分寒いかあったかかったかの二択なんでしょうね。どうもお疲れ様です。帰ってきましたよお家に。あー疲れたいやあったけーど全然寒くないの。いやもう今ねこう家に帰ってくるのにこうバイクを駐車場に置いて歩いてちょっとスーパー寄って今日の晩ご飯の買い物をしてで歩いて階段登ってまあ今家に着きました。暑いバイク乗ってる時に風は感じるけど全然入ってこないの。ウィンドウをブレイクしてんの。ブレイカーでブレイカー本当に全然なんかもうシャカシャカとかとは全然違う。足元もすごい暖かかった。本当に砂着もいらねえんじゃねえかってヒートテックこれ、いい地図着て終わりでも多分バイク乗れる。だから普通にちょっと薄着みたいな感じで着てでまあなんか観光地着いたら脱いでみたいなそんなのがもうすごい簡単にできるんじゃないのかなと思いました。まあ強いて言うんであればここがもうねまあどう打ってるかは知らんけどもちょっとケバケバしちゃってきちゃったんですよ。一日が来たいんですけども、というのもこれがこのまんまねポケットに手を入れようってしたりとかするとどうしてもここにこうペッてなってペッてやるとほんとケバケバってなっちゃうっていうのが残念ね。あとなんかもう一点あったんで、ああそうだもう一個はだいぶでかいね。